一軍が調子がめっちゃいいから、忘れてたけども、君ら、一体何やってんの？てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ちょっと刺激的かもしれないですね。すいません。ちょっと尖った企画かもしれないですけど、オタクら一体何やってんのっていうのをちょっとやっていきたいなって思ってます。どういうことかっていうと、まあサムネイルとかね、見ていただいた方はわかると思うんですが、ちょっと、まあ外野手ですよね。外野手の、まあその2軍にいる選手たち、まあ主になんですけど、まあ浅野、秋広、梶谷といった、まあメンツ。何やってんの？マジで。ね、まあ確かに、浅野選手、秋広選手、若いですと。まあ、一軍に入れないのも、まあ仕方ないのかなっていうところもあります、正直ね。ただ、まあ秋広選手に関してはね、去年ね、あんだけ、まあ活躍してくれたっていうのはあるんで、やっぱ期待値上がってるんですね。うん、僕の期待値もすごく上がってました。ただ、今年ね、いろいろ、やってますけども、なかなか、結果出してないと。で、ファームの成績もなかなか出してないと。で、守備がなかなか良くないと。うまくなってないと。うまくなってないことはないかもしれんけど、やっぱり、まあ、守備で飯を食っていく選手ではないというところで、まあ、非常に、去年から考えると、あまり皆さん想像できてないのかもしれないけども、まあ、実際一軍で、全然出場できてないと。いうところがあると思います。まあ、浅野選手に関してもね、まあ、皆さんの期待はですね、やっぱりこう、大きく育っていってほしいとかね、そういったところあるんで、浅野を使えとか、いろいろね、コメントは多分あると思うんですけど、現状ね、ジャイアンツ1位じゃないですか。やっぱそんなね、ことをしてる余裕はないんですね。正直言うとね。うん。だから、非常に、まあ、二人にとっても、難しいシーズンになってるんじゃないかなって僕は思うんですね。で、肝心はですよ、梶谷選手。あなたですよ、本当に。何をやってんのって、ほんまに。だから、めちゃくちゃいい選手じゃないですか。正直ね、走攻守、全部揃ってるめちゃくちゃいい選手。で、まぁ、今年もね、開幕戦で阪神ね、今年こそ阪神に勝たないといけないっていう風に思ってたところね、ファインプレーはしてくれるわ、ホームラン打ってくれるわ、最高やったじゃないですか。で、で、数試合、5、6試合出たら、なんか、ああ、痛いです、みたいな。左膝痛いです、みたいな。古傷が、とか言って、うん。ファーム行きました。まあ、古傷なんで、まあ、ちょっとまあ、慎重にしていかないといけないけど、まあまあまあ、そんなに言うてかからんやろと。うん。ちょっとまあ、まあ、1ヶ月以内には、一軍に帰ってきてくれるでしょうと。うん。古傷なんでね。うん。まあ、いくら慎重にやったとしてもね、それぐらいだろうというふうに踏んでおりました。まあ、もともと経過がね、多い選手ではあったんで、まあ、仕方のないことで、まあ、仕方のないというか、まあまあまあ、もう治らんわな、みたいな感じですわ、正直ね。ちょっと諦めムードで、うん、思ってまして。で、まあまあまあ、すごくいい選手なんでね。まあ、その間、1ヶ月間の間は、まあ、他の選手で代用しないといけないな、とか思ってたんですけど、いつまでファームいんねんって。いつまでファームいんの？ほんまに、マジで長すぎないって。うん。で、じゃあなんで今日ね、この話題を取り上げようと思ったかっていうと、外野手3人、抹消してるんですね。登録抹消。うん。重信、岡田、佐々木、この3人、外野手抹消してるんですね。で、外野手3人抹消って、まあ、結構じゃないですか。で、おそらく、というか、まあ、赤星投手とやったりとか、まあ、ココモンテスを内野手にね、内野手じゃないわ、一部に登録するんで、まあ、ピッチャー1人、内野手1人っていうところを、まあ、その入れるんで、まあ、外野手3人を抹消したと思うんですね。で、じゃあ誰が上がってくんのって話なんですけど、やっぱ、もう1人は外野手。上がってくると思うんですね。そんな3人、落ちてるわけですから。うん。で、じゃあ誰上がってくんのっていうふうなところでね、考えてたところをこの企画を思いついたんですね。
一体この朝の秋広梶谷何やってんのというところで、こんだけ3人上が、落ちてきて、じゃあ誰が上がんのっていうところで、この企画をやってみました。で、ちょっとほんとしつこいようなんですけど、この3人のね、成績見ていきたいと思うんですが、まあ、浅野選手ね、まあ、1軍で3試合しか出ておりません。ヒットなしです。0割。うん。で、2軍では60試合出ておりまして、2割3分4厘、7ホームラン、27打点、OPS682、得点圏が2割4分5厘というふうになってます。まあ、一時よりもね、ちょっと上がってきましたし、まあ、ホームラン多いなっていう、ホームラン7本打ってるのは、ああ、大したもんやなとは思います。はい。まあ、でもただ、今1軍のベンチにおいて、起用されるかって言われたら、まあ、おそらくされないだろうし、まあ、守備固め、うん、まあ、多分途中からの出場になると思うんですね。もし、いたとしても。うん。それだったら2軍で経験積んでほしいよね。っていうところはあるんで、何やこの虫。うん、あるんで、うん、まあ、上がってこないでしょうね。うん。で、秋広選手。1軍で17試合。2割2分9厘、0ホームラン0打点、OPS507、得点圏0割。で、2軍では60試合、浅野選手と同様ですね、60試合出ておりまして、2割5分8厘、1ホームラン、15打点、OPS712、得点圏2割4分というふうになってます。これじゃ厳しいよね。去年あんだけ、1軍でやれた選手が、2軍でこんだけの数字って、きついよね。うん、マジで、僕何回も、秋広選手に苦言を言ってますけども、もう僕はモデルチェンジをしていった方がいいと思うんですね。もう振り切らないと。うん。ホームランの方に振り切っていくのか、もうそれか、もうそんだけ図体でかいけど、もうちょこんちょこん当てる。もう本当に3割絶対打てますよっていうバッターになっていくのか、もうどっちかだと思うんですね。僕はホームランバッターの方に寄ってほしいとは思うんだけど、フリーバッティングとか見てるとね。でもなかなかね、これ2軍でもホームラン1本しか打ってない。その、別に体のこと言うわけじゃないけど、浅野選手7本打ってるんだよ。70ぐらいしかないでしょ。浅野選手。170ぐらいしかないでしょ。で、秋広選手190以上あって、まあその身長がとか言ってるわけじゃないけど、1ホームランでしょ。それちょっときついよね。打ち方も踏まえて全部見直していかないといけないかなって僕思うんですね。だからまあ1軍でやるかっていうよりかは、もう本当に、なんかその、本当に自分に厳しくというか、うん、やっていかないと、多分マジで終わるぞ。ほんまにマジで。めっちゃ期待されてるけど、うん。そんな期待されてる期間って長くないから、正直ね。だから、自分に厳しく、まあ、中田翔選手がいた時、ね、なんかこう、中田翔選手が厳しく、こう、指導してたのかもしれないけども、やっぱいなくなってるんだから、やっぱ自分でやっていかないといけないし、打ち方とかもね、見ててもずっと一緒だし、別に打ち方が変えないといけないとか言うわけじゃないんだけど、なんか本当に変わらないといけないんだな、いけないとか、なんかそういう風に僕は考えてるように僕思えないので、うん。ただ結果出したら一軍上がれるやろ、みたいな感じの軽い感じに見えるんで、うん。だから僕そういうのはね、ちょっとね、秋広選手の今後も考えたら、大きくモデルチェンジするっていうことは大事なんじゃないかなっていう、この若い期間に、本当に自分がどこを目指すのかっていう指針を持つというか、いうかね。うん。そんな期待されてる間にですね、しっかり見つけて、そういうのをね、やっていかないと、僕は、息が長いようで短く終わるんじゃないかなって、今、このまま言ったらね、秋広選手が、そんな感じ、すごくしてるんですね。うん。で、梶谷選手見ていきましょうか。梶谷選手、まあ、1軍で6試合、打率1割8分8厘、1ホームラン2打点、OPS610、得点圏333。で、2軍では5試合、3割3分3厘、0ホームラン、0打点、745 OPS、得点源が10割というふうになってます。まあ、合計で11試合しか出てないんですね。今年で言ったら。11試合。やばいよって、ほんまに。で、先ほど、いつまでリハビリやってんのって話しましたけども、まあ、明日かな。明日、2軍戦に出るみたいなんですね。26日に。で、2ヶ月半ぶりです。2ヶ月半。2ヶ月半って言ったら、何日や？だから、80日ぐらいか。80日ぶりぐらいっていう、復帰ね。やばいって、ほんまに。うん、左膝ね、古傷のやつで。うん、5月5日以来って書いていう風に書いてますけども。そらきついやろって。で、まあ、安倍監督のコメントとかありました。前ね。まあ、梶谷を置いてたら使いたくなる選手や、みたいなことありました。で、多分能力はもう誰もが認めてるんだよ。だけど、怪我多すぎるんよ、さすがに。うん、だから、まあちょっと、普通に、というか、非常にこう、
使い方が難しい選手というか、なんかその、あ、これ以上使ったらちょっと怪我するかなとか、休み休みでやってあげないと、まあ、まあ厳しいだろうなっていうところはあるんで、まあ、代打ぐらいに置いておくのは非常に僕は今のチームの現状としていいかなというふうに思うんですが、まあ先発でという感じでね、今の感じでは一軍のね、すごくいい外野がいるんでね、厳しいだろうなっていうところはありますと。で、じゃあ先ほど僕言いました。3人、外野抹消して、赤星投手とココモンテス選手を登録するから、まあおそらく一人はですね、まあ外野手の選手上がってくるだろうっていうふうに、言いましたけども、まあ僕は二択かなと思ってて、まあオコエ選手か萩尾選手だろうなっていうふうに思ってて、まあ結局、まあどっちもね、まあそれなりに足も速い、守備もね、守備固めでもいける。で、打力もまあまあっていうところで、もうどっちか、調子がいい方だと思うんですね。で、僕は、まあ、オコエ選手とか、まあ、その、しっかり、まあ、2軍でも結果出してるんでね。うん、だから、僕はオコエ選手か、萩尾選手、まあ、どっちかなーっていう感じですね。まあ、僕はオコエ選手かなーっていう感じはしますけど、まあ、まあ、2軍でも36試合、2割9分4厘、2ホームラン、17打点、OPS770、得点圏3割1分というところで、まあ、結局もう打てた方が勝ちなんで、んで、トレードでね、若林選手来たじゃないですか。で、若林選手の存在ってめちゃくちゃでかいと思うんですね。で、守備も上手いし、足も速いし、で、打撃もね、パンチあるしっていうところで、多分、若林選手の存在がめちゃくちゃね、その外野手の、その、なんて言うんだろう、勢力図を変えたというか、うん、レフトを埋めてくれたっていうのもあるし、その、今までね、その、しげるむさんとか、まあ、いろいろ、やってましたけども、しげるむさんとか、岡田選手とか、佐々木選手、まあ、落ちましたけども、結局一人で、なんか全部賄ってくれるわ、みたいな感じの雰囲気あるじゃないですか、若林選手だったらね。だから、トレードとかでね、まあ、途中で加入したかもしれないけども、めちゃくちゃ今の巨人を見たらね、めちゃくちゃ若林選手の存在っていうの大きいと思うし、本当にね、まあ、聖夜さんっていうね、すごく、惜しい存在というか、もうめちゃくちゃ素晴らしい選手を、まあ、西武に出しましたけども、その代わり、若林選手というね、新たに素晴らしい選手を獲得できたっていうところで、非常にこの、なんていうだろう、編成というか、ですね、まあ、外国人の補強もそうですし、このトレードもそうですけども、非常にね、ジャイアンツの今年の、そういう選手の入れ替えというかね、そういった補強っていうところは全てうまくいってるんじゃないかな。まあ、オドア以外ね。オドア以外は本当に、全てうまくいってるんじゃないかなっていうふうに思うし、素晴らしい、編成、吉村さんを含めてね、うん、素晴らしい、現場と多分おそらく会話も重ねながらね、しっかりやれてると思うので、そういったところでね、一枚岩で、ジャイアンツね、シーズン戦えてると思うので、ぜひね、優勝してほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日はおできます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はおできます。じゃあね、バイバイ。